ダバンテガードナーは、アメリカ合衆国、バージニア州サフォーク出身のプロバスケットボール選手。身長203センチメートル、体重132キログラム、ポジションはパワーフォワード。B リーグのシーホース三河に所属している。自身が、父がフリースローの名手、母がポイントガード。僕は、父と母がプレイしていたスタイルのハイブリッドなんだ。と語っているように、 スポーツ一家に生まれ、体格には恵まれていたが、高校までは母親に教わったポイントガードを中心にプレーしていた。マーケット大学に入り、高身長の選手と優れたガードのプレイヤーがいたので、ヘッドコーチがポストアップとして起用したため、現在、ガードからセンターまで後半にプレーできる。マーケット大学では、ジミー・バトラー、ジェイ・クラウダー、バンダー・ブルー、ジャミル、 ウィルソンなど NBA でプレーする選手がチームメイトだった。2014年、卒業後に2014年にシカゴブルズのサマーリーグチームでプレーしたが、NBA 契約には至っていない。ビッグマンとしては、フリースロー成功率が高く、フィジカルなプレーを好み、ポストでファウルを誘って、アンドイチを決めることを得意としている。2015年、西宮ストークスと契約し1シーズンプレーし、 得点王を獲得した。2016年に新潟アルビレックス BB に移籍し、2019年まで3シーズンプレイし、2018年、2019年と2シーズン続けて得点王を獲得した。2019年6月13日、シーホース三河と2019の20シーズンの選手契約をしたことが発表された2021年6月14日、 シーホース三河と契約継続することを発表した。来シーズンで在籍3シーズン目を迎える。三河でも不動の大黒柱として活躍し、2020-2021シーズンは54試合に出場して、平均プレイタイム30.5分で19.9得点、7.6リバウンドを記録。平均得点は、 昨シーズンからマイナス3.5得点となっているが、ディフェンスを引きつけて、スペースを作り出すことで、アシスト数が増え、キャリアハイの5.0アシストを記録した。ありがとうございます。